栗きんだけあって、ほら栗のね葉ですよ、栗の中に栗きんとんです。まさに栗きん、プルプル葛ようかんなんだこれ。スローンと口に滑り込むでしょ。その後にこのねっとりとしたまた違う甘みの濃厚な栗きんとん、これちょっと止まんないよ。本当にこのね柔らかいでしょ。これ私は豆腐だわこれ。栗きん豆腐とはよく名付けました。ご機嫌よろしゅうございます。落語もできる和菓子 YouTuber 三遊亭竜楽です。さあ今回もお取り寄せシリーズでございます。本日はですね、埼玉県の東松山福屋さんのですね栗きん豆腐というものでございます。栗きんとんじゃないですよ、栗きん豆腐ですよ、豆腐ですよ。さあどのようなものでございましょうか。とにかくねこちらもうねパッケージがねこう凝ってるんでございますよね。この素敵ではございませんか。そしてさらにその中のパッケージがまたコリコリなんです。これですよ、これ栗きんだけあって、ほら栗のねこれ葉ですよ、栗の。いやー、ここまでやるかという素晴らしい心遣いの放送でございます。そうそして この栗きん豆腐さんが どんなものかというとね、またこれが大変。ここからね、もう開けると非常にこの何て言いますかね、これもちょっと形をね崩さないようにじっくりゆっくり開けましたです。この皆様にね、綺麗な形でお目にかけたいもんですからね、まあ、食べるんだったらねもういいんですけど、これをね形をね崩さない、こういうもんですよ。これねこういう形、これ。この水ようかんみたいでございますよ。これねまたカットするねものがどこ行っちゃったかな、この辺かな、これだ。もう一人でやっててもこんなのばっかりね。やっぱほらカットね、これすごくね、これねそうまたすいません刃物振りましちゃってもう違う。もうねこういうまでやるとね、もうこれ見てください、これねもうこうふわふわつるんつるんプルンプルンな。だから下手にこうやるとね、もう食べるならいいんですけど、私ちょっと皆様にこのお目にかけるのにちょっとカットしようじゃないかということで、ちょっとチャレンジ。これもしかして乗っかってるかな。乗っかってた、あった。これ、ね、本当に先生を持ってこうやってね上でね保護してるんですよ。またこれどうでございますか。このくらいできるか。おいやいきました、切れましたね。ちょっと気持ちずれたけど、これをどうしよう。せっかくだから移動する、やってみる。ちょっと移動よいしょ。おいけたいけましたね。この移動、これを移動した意味あったかな。あります。これをね私はね、すいませんね、ちょっとね、手で、こう、ずらせられるもんかな。本当だ。素晴らしいけど、ちょっと、刃物持ちながらってもすいませんね、お行儀悪くて。これをね、ちょっとこちらに、させていただきまして、あ、これですよ。だから本当はね、ちょっと今ね、飾ろうと思って、そう、こういうものもね、失礼なんでございますよ。こういうものもね、形ばかり、ちょっとこれをね、少しずらして、うわあ、やっぱこれはちょっといいよ。こにちょっととどめておこう。ここにね、これだこうでございます。これ中に栗きんとんです。まさに栗きん、これですよ。これどんだけだろうってね、もうなんかものすごくね期待が高まるなこれ。でね、こういうものもね、ついているんでございますよ。これに入りましてね、こういう形で。じゃあ行っちゃうか。じゃあちょっと皆さんのねこう見えるちょっと近い形でこうねこうしてみよう。いけるかな。これうわすごい。あ、本当栗が飛び出してくる。うわこう。普通こんな食べ方しないでしょうけど、ちょっとねこれはすごいわ。これうわー、これちょっといっちゃう。これこのままこれいけるか、ここいける。これです皆さん、このプルプル。プルプル。これがこれをね、じゃあ、もう一気にいっちゃいます。すごい。クリントンのうまさとこれを包んでるなんだっけ、これちょっとこれ調べたんですよ。和栗のその栗きんとん分かってますよ。これはきっとくず使ってますね、これね。くずも使ってこう羊羹風にして食べさせているという。あ、そうだ、あるある。あ、くずあんっていうか、くず羊羹なんだこれ。ちょっとこれ、あ、これねちょっともったいないんだこれ。これちょっと倒してね。これちょっと今ね強気に行き過ぎました。もうこれはちょっと強気に言ってばすいません、本当にちょっと行儀悪くて。強気に言ってはもったいないものでございます。これはこれね、これこっち、ここ来てね、これをね、こういきましょう。こうよっと、これね強気に言うと、このね、この甘さのね、こうなんていうかね、ほんと程よくてね、で冷たいでしょ、でつるんと口に滑り込むでしょ。その後にこのねっとりとしたまた違う甘みの濃厚な栗きんとん。いやー、なんかすんごい贅沢な水羊羹を味わってる感じ。いや、これ素晴らしいわ。うんで、またすいませんね、ほんとお行儀悪くて。これちょっと止まんないよこれ。これ栗きんとん、中に入れたおまんじゅうとかね、くずまんじゅうとかいろいろありますよ。この発想、これ発想の勝利だねこれ。またちょっとどうしても皆さんね、ここ見ないと。これを見て、この贅沢な栗きんとん、これをねやっぱり皆さんね見ていただきたい。このお姿、これはねちょっとなるな、これなるけどね。これ全部食べるのは簡単、本当に。これでもちょっと半分これのちょっとビジュアル的に残そう、皆様方に思うと。いや、これね軽くてこうスーッとすっきりね。このくずをであれしたくず羊羹と言っていいもんなのかな。これがまさに豆腐だこれは。ほんと羊羹のくず羊羹での豆腐ですね。くずの豆腐だこれ。甘いこれ、いろいろびっくりするけど、びっくりする。返しどこ行っちゃった。返しはいないし、手抜きがどっか行っちゃった。もうなんだかね、これ自撮りもうね、なんかねこれ見たらね、もうなんかそっちは食欲の方が先行っちゃって何にも用意したかったありました。返しではないけど。いやー、これもうなんだ、これしか言ってないけど、もうだってそうしか言いようがないもんこれ。やっと一告知つきました。これをね、ようかんって豆腐ってうまくいったね、これ。そのね、本当にこのね、柔らかいでしょ。それ私は豆腐だわ、これ。栗きん豆腐とはよく名付けました。で、ね、豆腐っていうのは私もよく申し上げますが、海外でチリとテチンというね話をやったりなんかして、もう馴染みのある食材で、まさにこう、しかも世界語になってますからね、豆腐がね。そういう中でね、なんで豆腐って言葉はね、よくね、腐るっていう字使うでしょ。豆が腐るってなんで豆腐だっていうねことがあって、よくねこれ言われたのが、納豆と豆腐ね、2つの言葉あるんですよ。納豆と豆腐、これね逆になったちゃったんじゃないか、来る過程で意味合いがっていう、どういうね、ことを言われてますよ、交換、つまりその、だってそうじゃございませんか。納豆は豆腐がの字で、豆が腐るでものじゃございませんか、ある意味ね。そしてこの豆腐というのはこの豆を収めたもんではございませんか、そのああいう形にね。そうで逆なっちゃったんじゃないの、逆になっちゃったんだ。でもこれはね俗説なわけなんでございます。本当にね、その豆腐の「腐」という字、これは腐るっていう字が、そのなんかもうカビが生えちゃったりとか傷んじゃったりとか、そういうふうにも使われてますが、そうではないんです。もともとの字が腐るっていう字が上に「腐」でしょ、強度腐なんかに使う「腐」ね。このそれに下にこの下がこう「腐」っていう字で、まあもちろんねこっちこうなってますけど、肉がある。そうするとこれは「腐」というものは倉庫のように何か物を収めている場所を指したらしいんですね、ところを。そして肉を収めるわけですよ。硬い肉を収めておくと、この熟成したりなんかして柔らかくなる。そこでもってこの一つこう固まったこの収まったような形のもの、そして柔らかいもの、これをに当てたんですね、腐という字を。だから豆腐というものは柔らかくて、この崩れそうでもなんとか形を保って収めているというもの、それが豆であるということで合ってるわけですよ。だからこれ栗きん豆腐合ってますよ。ね、本当にこの柔らかで繊細で、ようやく形をなんとかとどめているという、そういうものですよ。だからもう非常にベストなネーミングですね。もうしかしね、この栗きんとんをこの中に入れた、やっぱりこれはアイデアの勝利ですよ。そしてネーミングが素晴らしい。さらにもちろんこのね、お味の方がまた、そしてこのつるんつるの食感で、この甘みがこうなんとかね、もう喉を通っていく、口の中にいっぱい広がって、スーッとねこうもうライトな感じでそっと喉を通っていくんですよ。だからもうあっという間にね食べましたでしょ。だから本当味わわなきゃいけないし、私味わい好きだからこんなにいかないの普段。それねもういっちゃってよな。だからこれもだから残すこれ味わって食べます、あとで。というようなことで、なんか感動の嵐だったな今日は、このこちら様ね。でこの栗きん、あ、そうだ、最後こういう形でね、せっかくでもこれだけのものをね、あれですよ、見せられたら、この栗きん豆腐この様々をちょっとこうやってね、ちょっと失礼よあんまり うまくないかもしれませんけどね、こういうふうにね是非お見せしたくなるようなものでございます。ちょっと立ち上がれないけど、こういう感じでこれね、あもうねこうなんだかこう充実した時間でございましたね。というようなわけで本日は、もうこれ取っちゃおう、埼玉の東松山、よくね東松山でいろんなお店がありますけど、こういうね素晴らしいお店もあるということで、福屋さん忘れないでください。福屋さんのこの栗きん豆腐さんです。これね絶対に皆様方もねこのお召し上がりになりたい方たくさんいらっしゃると思います。もう保証付きでございます、それでございますので、概要欄にリンク貼っております。是非こちら、ご利用いただきたいわけでございます、そして私のチャンネル登録のも是非よろしくお願いいたします。というわけで、本日は誠にご退屈様でございました。